皆さんこんばんは、オーシャンです。今日はですね、我が家のベランダにある、家庭菜園の一部ですね、木の枠組みですね、以前ちょっと紹介させていただいたんですが、ビニールハウスをね、ちょっと自宅のベランダで作ろうということで去年から、ね、いろいろ、試行錯誤していたんですが、なかなか着工することができずですね、いろんなところにいろいろと浮気をしてですね、なかなか作れずにいたんですが、本日ですねようやく、進みまして、ですね、今こちら一番手前の部分はねちょっとまだ、何もしていないんですが、奥3面ですね、こちらビニールで覆いました。一応ねビニールハウス用の、ビニールということで、今ね一応上のね天井にも、ビニールになってるんですが、こちらですね園芸用のポールを重りにしてあって、こちらをですねこの天井からぐるっとこちら側に下ろせば、手前の4面を一気にぐるっとねビニールで囲うような形になります。で天井に関してはビニールではなくて、ポリカーボネートのような透明な硬い板ですね、板を上に差し込もうと思っていますので、これでビニールハウスの完成という形になりますね。で手前のね、人が出入りする部分はですね、ちょっと窓のような形にして、その日の気温によって、半分ぐらい開けたりとか、して空気、ね、なるべくこう蒸れたりしないような形にしようかなと思っております。ようやく、完成に近づいてきたというわけですけれども、これから冬になりますので、植える植物もですね冬をねここで乗り越えられるようにねちょっとしていきたいななんて思っております。今こちらね以前紹介した、ですね雪の下もどんどん増えてどんどん大きくなっておりますね。こちらね、ビオトープにですねこの前ガサガサに行ってねカヤツリグサをちょっと取ってきましたので、こちらをねちょっと一応今植えております。ちょっと定着するかどうかは分からないんですが、ちょっと定着したらいいなということで植えておりますね。こちらね、先日の湘南のレプタイルエキスポに行ってですね、左側がステビアというハーブですね、すごい甘いねハーブですね、一時期ポカリスエットのステビアなんていうのが出てきましたけれども、そちらの、甘味料になるハーブですね、この葉っぱ食べるとめちゃめちゃ甘いですよね。で右側がですねニームという、虫除けのハーブと言ってはハーブではないんですけど、虫除けの植物ですね。ただこれ自体はあんまり効果がないらしく、葉っぱを乾燥させてこう抽出させたエキスが効果があるみたいなんですけど、これは結構大きくなるみたいなのでちょっと期待したいなと思います。真ん中はねハエ取り竿ですね、虫取りスミレですね。じゃあこんな感じで、ちょっとゴーヤはねお役御免になりましたので、こちらをちょっとプランターに埋めております。じゃあねこれからどんどん寒くなってきますので、せっかく前回ねドラゴンフルーツも買いましたので、ちょっとこの子たちのためにもね温室をなるべく早めに完成させたいなと思っておりました。ドラゴンフルーツは変わらずですね、こちらはつぼみですかね、購入した時からずっとついておりますけれども変化なしというところですね。これでね冬に向けてねだんだん完成が近づいてきましたので、ちょっと楽しみにしておりますね。はい、それではですね、今日の動画はねこの辺にしようかなと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。